界生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。ああ、エーテルさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけは別の場所にいましたのですが、他の村人は。このままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エーテルさんは。こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。あ、はい。
生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。バスカル、聞こえるか？ああ、エートゥーさん、村の皆はどうなりましたか？すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か？廃工場跡地に避難させています。分かった、ひとまずそっちに行く。大丈夫か、パスカル？ああ、エートゥーさん。一体何があったんだ？わかりません。いきなり一部の村人たちが同じ村の仲間を食べ始めたのです。エートゥーさんが来てくださらなかったら、私たちもきっと。ありがとうございました。疑問。機械生命体は素材さえあれば再生できるのではないか？いえ、実は私たちにはコアと呼ばれる、このコアはジガデータを形成するユニットなんですが、それを破壊されてしまうと元に戻ることはできません。コアは普段は安全な場所に格納しておくのですが、今回犠牲になった村人たちはコアごと破壊されて。そうか。この工場は安全なのか？以前暴走した機械生命体が住んでいたのですが、トゥービーさんが撃退してくれて今は安全なんです。ここしばらくは私たちが資材置き場として使っていました。分かった。ここで籠城するにももう少し情報が必要だな。推奨パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか？皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報あり。なんだって？侵入を開始。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。一体どうして私たちが狙われるんでしょう？考えるのは後回し。今はとりあえずこいつらを倒さないと。これじゃキリがないぞ。エーテルさん、私に考えがあります。しばらく時間を稼いでみてください。
型兵器まで。
夫ですか、エートゥーさん。ああ、助かった。子供たちが心配です。部屋に戻りましょう。自分たちのコアを、これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。こんなことならあの子たちに。お願いが、この苦痛に私は耐えられません。私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば。確認、ハッキングによる記憶回路の切断を実行。ポット、パスカルの記憶を。了解、記憶消去プロセス開始。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。気がついたみたいよ、デボル。おはよう。よく寝たな、9S。
週間も眠りっぱなしだったのよ。見つけてきた私に感謝しろよ。 2B は？お前の方がよく知ってるだろう。ブラックボックス信号も切れている。そう、デボル、ホコルタイプのアンドロイドは治療、メンテナンスに特化した希少なモデル。バンカーなき今、彼女たちがいなければ 9S の修理、補修は厳しいと予測。推奨、感謝の言葉。ありがとう。私たちのタイプは昔は大勢いたんだ。何でも大規模システムの管理を任されていたらしい。らしいってどういうこと？当時の記録は消去されてるから何があったかわからない。私たちのモデルは過去に暴走し事故を起こしてる。同型機は事故後にほとんど処理された。私たちが処分されていないのは再び暴走しないようにサンプルとして監視されるためなの。でもおかげでこうやって仲間を助けることができる。それが私たちが犯した罪への償いだと思ってる。あまり無理しないでね、ナインエス。あまり無理しない。あまり無理しない。Thank you.